ホッケンハイムリンク。ホッケンハイムリンクは、ドイツの南西部のバーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー郡にある、サーキットである。会一ドイツ GP が行われる。フランクフルトから車で南へ1時間、黒い森として知られる、森林地帯に位置する。付近には、古城街道など、観光名所も多い。1932年の開設当初は現在とは、 異なり、半時計回りのコースで、ほぼ直線同士をつないだ全長1 2トルのコースだった。現在の12コーナー最終コーナー付近をスタートラインとし、後のオーストカーブを直進し、現在の連邦道291号線からホッケンハイマー通りを経て、後のクラーク試験付近より、現在のコースに戻り、さらに現在の1コーナーを直進し、ホッケンハイムの島地である。 エルンストイコールウィルヘルムイコールザクス通りからハイデルベルガー通りを経て一周する。その後、1938年に街の反対側を曲線でつないで、後のオストカーブとなり、全長 7.7km のコースとなった。しかし、1966年にアウトバーンがコース分けを通ることになったため、さらにコースを短縮せざるを得なくなった。 そこで、ジョン・フーゲン・ホールズがサーキットを再設計し、3つのロングストレートとスタジアムセクションを結んだコースとなり、時計回りのコースに変更された。1968年に雨の中行われたフォーミュラ2のレース中、事故によってジム・クラークが死亡してしまう。安全性向上のため、2つの長いストレートに試験員が作られた。1つ目の試験員は、 ジム・クラークの名前を取り、クラークシュケインと呼ばれ、親しまれた。その後、1980年のパトリック・デパイユの死亡事故を受けて、オストカーブ付近にも三つ目のシュケインが作られた。その後は長きにわたって、森の中を走るストレートを三つのシュケインで区切る形、構成する高速セクションと、曲がりくねった低速のスタジアムセクションの二つに分ける、高速コースだった。 しかし、1991年のエリック・コマスのクラッシュを受けて、試験員が回収されるなど、小変更は何度か行われた。1980年代のオスト試験員はただ、タイヤバリアで路面を区切っただけの急増試験員であり、タイヤバリアのタイヤが衝突の勢いで、コース上に散らばることがままあった。下記のコースレイアウトオズ、2002年4、574キロメートルで、 灰色部分のレイアウトは、ホレストゾーンと呼ばれていた。コース両側が木々で囲まれているため、雨が降ると、マシンが巻き上げる水しぶきが拡散しにくく、非常に視界が悪くなった。旧コースは1コーナーからすぐに右に曲がり、インフィールドの入り口にショートカットする 2.6km のショートコースも存在し、旧ドイツツーリングカー選手権などで使われていた。 2001年のドイツ GP 終了後、ヘルマンティルケの再設計による大改修が行われ、全長は 6.823km から 4.574km へ大幅に短縮された。森の中を時速 360km 以上で駆け抜けた超高速ロングストレートは姿を消し、よりタイトな中高速コースへと生まれ変わった。なお、現在の旧コースは、旧コース入り口の先から、 オストカーブまで舗装が剥がされ草が生い茂っており、切り開かれた森だけが、そこに、かつての高速コースがあった名残を残している。ホームストレートは、9コースのままで、現在の基準で見ると、福音が非常に狭く、右の1コーナーでは、スタート直後に、多重接触事故が起こりやすい。2001年、スタートに失敗したミハイル・シューマッハに、ルチアーノ・ブルティが乗り上げ、 中を舞い上がった事故が有名である。1コーナーから短いストレートの後、右に回り込んで左に切り返すシケイ員を通過。バックストレートは大きな球場にカーブしており、腹印が広く、オーバーテイクの仕掛けどころとなる。急行図の背なケイン跡地に作られた鋭角のヘアピンにも複数のラインがあり、ブレーキングで抜いても立ち上がりで抜き返されることがある。 短いストレートから右に曲がり新しく作られたインフィールドへ。ここにはメルセデスベンツの観客席が新設された。また短いストレートを抜けると旧来から使われているスタジアムセクションに入る。ここからホームストレートにかけては屋根付きの巨大な観客席に囲まれている。最初の右コーナー、旧アジップカーブでは1991年の二輪ドイツ GP で ケビン・シュワンツが驚異的なブレーキングを披露した。続いてザックス・ヘアピンを回り込み、路面にうねりのある S 字を抜ける。最後にアップダウンのある連続90度ターン、旧オペルカーブを抜けてホームストレートに戻る。現在の F1 ではモナコと並んで一周の時間が短く73から74秒ほどで周回できる。以前よりもオーバーテイクポイントが増え、 スピードと距離を大幅減少させたことによって安全性も高まった。これを推奨する意見の一方でかつての高速バトルを懐かしむ声も多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。